にちは、緑川です。今日はちょっとね、テーブルに毛糸が山盛りなんですけれども、少しずつね、残った毛糸、はい、それ一色だけでは一着にならないぐらい、はい、モチーフとかにはもちろん使えそうなんですけれども、少しずつね、残った毛糸色味を合わせて、はい、なんとかね、一着のセーターにしてみようというチャレンジです。はい、でね、今内訳をここにね書きました。はい、ざっくりね紹介していきます。上からメランジ3個とバラがあって、まあ、5個分あるっていう感じで、メランジのね前のグレイッシュブラウンと、メランジテイストもねあります。メランジテイストのブラウンと、メランジのアイボリー、メランジテイストのアイボリー、はい、これが丸々3個あって、あとね120っていうのがこうバラでねあるんですね。グレイッシュブラウンと、あとこれはなんだろう、ちょっと名前忘れました。メランジです。はい、でバラがあって、こちらが全部で 120g あるので、メランジとメランジテイスト全部入れて 540m 分あります。はい、それから2番目がね、湯沢屋さんの糸があるんですけど、こちらね、はい、極太スーパーアクリルです。トルコ製のね糸です。でこちらがね 40g 入り 48m のこのアイボリーなんですけど、5玉あって 240m なんですね。それから最後にマイホビー L、 私がよく使っている手芸の店ギンガムさんの毛糸、こちらが4玉茶色があって192m で、合計でね 972m なんとか集まりました。でこちらで、方眼編みのセーターをね編んでいこうと思います。で襟元なんですけれども、一番濃いこれがね1個だけあるんで、はい、これをね使っていこうかなと思います。あ、出てこない。はい、ではね、メランジテイストのこのブラウンっていうのが一番濃いくて一玉しかないんですが、これでまずね1段目を編んでみようと思います。かぎ針の方はね、6ミリ10号で編んでいきます。そして今日はねトップダウンで、方眼編みで、とっても簡単な作り方で編んでいきますので、初めてセーターを編む方にも大変おすすめの編み方です。一緒にね、編んでいただければと思います。はい、ではね、細編みでまず作り目を作っていきます。いきなり細編みで1段目をね編んでいくやり方です。こちらは別途ね説明動画もございますので、お時間がある時にねご覧ください。リンクはね下の方に貼っております。では始めます。鎖編み2つ、1つ目の鎖編みの上半目と裏山を針の上に取って、裏山を残して上糸をかけてくぐって出てきます。上糸をかけて鎖編みを1つ、上糸をかけて全部引き抜きます。これで細編みが1つできました。はい、続けます。編み地を縦にしてみると、最初のコブの上にここに2本糸があるんですけど、ここをすくいます。これはさっきね鎖編みをした糸になります。はい、細編みの土台にもなっていますね。上糸をかけてここをくぐって出てきます。上糸をかけてここで左だけで鎖編み、上糸をかけて全部、これでね細編みが2つ目ができています。続けます。編み地を縦に見て、はい、コブから見て2つ目のこの鎖編み、はい、2個目の細編みの土台ですね。ここを通ったら上糸をかけてくぐって出てきます。上糸をかけて左をくぐって鎖編み、上糸をかけて全部、これで細編みが3つ。編み地を縦に見て、このさっき鎖編みをした2本、
細編みの 1,2,3 番目の土台です。かけてくぐってかけてくぐって出てきます。上糸をかけて左だけくぐって鎖編み、上糸をかけて全部、はい、これで細編みが4目できました。こちらね、別途動画がございます。明るい色の毛糸で編んで大変見やすくなっていますので、ぜひね、そちらの動画もご覧ください。ではね、これで希望の首回りまで一旦編んできます。はい、今ね、細編みで作り目を編んできました。そしてね、こうやって平らに置いていただいて、トップダウンですから四角いね、長方形の襟になっていくんですけれども、こうやってね置いていただいて、ご自分の希望のだいたいイメージ的に大きすぎないか小さすぎないかっていうのをまずね一旦目で確認します。それからもう一つ、ここは今細編みで1段目ですけれども、身頃ができてきたらね、内側に向かって伸び止めに縁編みをいたします。はい、いつもねだいたい細編みを3段ぐらいするんですよね。そうすると、3センチぐらいはね内側に小さくなりますね。今日の糸太いので、はい、1段でも2段でも3段でも縁編みは、はい、お好きな段数でいいのですが、はい、伸び止めでねこのままだと伸びてしまうので、後々ね縁編みをいたします。なのでその分ね狭くなるということも考えて、はい、最初からねぴったりこれぐらいがいいわとかってなると、それよりすごくちっちゃくなってしまうので、縁編みが 2,3 センチ狭くなったとしても、ご自分の頭周り、私は56センチですが、56センチよりはね小さくならないようにという感じです。頭はねメジャーで測って56センチなんですが、それよりはね大きくて私はゆとりがある方が好きなので、割とねいつも大きめに作りますが、皆さんはねお好みに合わせていただきたいので、既製のお洋服や今まで編んだものなどを測っていただいて、まずはねこの長さ大体の目安の分編んできてください。ではね、これから目数の計算などを説明していきます。まずね襟の形です。そして今回ね私の首周りの希望なんですけど、希望は70センチぐらいです。これよりね狭くなるということを考えて70センチにしています。そしてパーセンテージで割り振っていきます。こちらの 30%18% は一般的な、サイズ感のパーセンテージになっています。で角にはね増し目の分として必ず1目を加えます。でね、70センチをこのパーセンテージに当てはめて何センチぐらいなのかっていうのをね計算します。70センチのかけるね 30% は何センチ、ちょっと待ってください。70センチの 30% は21センチですね。それから70センチの 18% は 12.6 センチ。これぐらいの長さを目安にするといいということがね、今わかりました。はい。皆さんも電卓で首回りを決めた後、かける 30% かける 18% をして数字をねメモをなさってください。はい、そしてではね、この21センチが何目かなっていうのをね定規で測ってマーカーをつけていきます。だいたいねトップダウンはこのような手順です。はい、ではね、このピンクのマーカーが今日の作り目の1目目ですが、これをこことします。でまずね、この細編みの最初の土台の目にねマーカーを、外れないタイプのマーカーをつけていきます。このオレンジがこの丸1です。そしてここからね21センチ分何目かなと定規で見て数えます。
少し伸びるので軽く伸ばしながら測ります。ここまで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25 目。はい、でね、今回はそうそう奇数なんですね。奇数、はい、ちょっと書くの忘れておりました。今回は奇数です。私はここが25目になりました。はい、そして今度は 12.6、まあ、13センチぐらい、はい、13センチが何目かなと見ます。15目で16にしようと思います。15目、奇数ですね。はい、で今ね、ここが15目だったので、ここを15目して16番目にマーカーをつけました。そして次はね、またここです。25目ね、数えます。25を数えたら26番目にマーカーをつけます。それがここですね。そして最後ここの15目を数えます。少し多かったのでほどきます。はい、はい、おさらいしますね。最初の1目目のところがここで、25目を数えて26番目にこれをつけて、15目数えて16番目にこれをつけて、25目数えて26番目にこれをつけて、残りが15目という感じです。はい、皆様もね、ここまで計算をしてみてください。そしてマーカーはね、外れないタイプをつけておきます。それではね、輪にします。私はね、この次の段色を変えます。はい、皆さんはね、お好きな毛糸で編んでいただいて大丈夫ですので、必ずしもね、私みたいにこんなに寄せ集めじゃなくてもね、お手持ちの波太毛糸やメランジでね、編んでいただければと思います。ね、私は、ここで一旦、引き抜いて終わりますので、マーカーをつけていた1目目後ろから針を入れて、最後のループを取って後ろへね、引き抜きます。はい、そしてここで引き抜いて終わります。平らになっていれば大丈夫ですね。はい、またね、後ほど使っていきます。はい、でマーカーをねつけます。1目目、これが最後の目。はい、でね、次の毛糸何にしようかな適当にね、この毛糸を漏れなく頑張って使っていこうと思っております。はい、ではね、これを使っていきますね。はい、では、ここのね、角から編んでいきますね。じゃあちょっとピンクのところの1目目から編んでいくんですが、ここにね、はい、まずね、長編みを編んでいきます。はい、糸始末できる分垂らしておいて、長編みをね、まず編みます。糸を2回巻いて、1目目のこの細編みのところ針を入れて、3本になったら
かけて2本かけて2本です。はい、そしてね、ここは1本、はい、1本で鎖に、はい、ここはね角なんですが、角の未完成ということで、もう1本長編みを同じところに編みます。はい、1目めに長編みをね2つ編みました。角の未完成でこのまま進みます。で次に進みます。ここから方眼編みです。鎖1をしたら土台の細編み1目スキップして2番目に長編みです。これをね繰り返していきます。鎖1、1目スキップ長編み、はい、鎖1、1目スキップ長編み、鎖1、1目スキップ長編み、鎖1、1目スキップ長編み。これをね次のマーカーのところまで編んでいきます。はい、鎖1、はい、ここをね1目スキップ鎖1をしておくところになります。はい、こちら側と同じなんですが、はい、土台が1目開いた次の目が角になりますね。こちらも鎖1をしておきます。はい、そしてオレンジのマーカーのところに角を編みます。長編みを2つ、鎖編み2つ、長編み2つ。はい、これがね今回の角の編み方です。オレンジのマーカーが来たらいつもこのように編みますね。1箇所に長編みに鎖に長編みにと編みます。そして角が終わったら、はい、左右対称ですから鎖1をして1目スキップして2番目から長編み、はい、奇数に、ね、なっていますね。はい、なのでいつも角の手前は鎖編みで1目スキップすることになります。これでね寄せ集めの毛糸ですが、茶系でねなんとなくまとめてボーダーのセーターにしていこうと思っています。なんかねひらめいたんですよね。はい、こういう毛糸残していくとねずっと残ってもったいないのでね。はい、でここですね、マーカーの手前1目空いててこれで合ってますね。長編みの後に1目鎖編みです。そして角に入ります。角には長編みに鎖編み2つ、長編みにと編みます。そして鎖1をして土台を1目細編みをスキップして1、2番目からというルールで、はい、ではねこのように編んで最後の方までね編んできます。はい、長編みのね1段目の終わりのところです。長編み鎖1を下から1目スキップしてここに長編みをして、はい、最後1目スキップしてここをスキップして、そして、角ですね、一番最初の未完成の角を作るところです。鎖1、ここに1目残っている状態で1目目の長編みが入っている根元のところに角の右側を編むために長編みを2本編んであげましょう。未完成の角をね仕上げます。他の角と同じく長編みを2本ずつにしました。はい、
そして鎖2目で終わるところですが、ここはね真ん中で終わりたいから便宜上ね鎖編み1と細編み1で終わります。このような見た目になりました。で、私ねまたここでもね色を変えたいなと思いますので、はい、ここでね一旦終わります。続きで編む方は先ほどのようにね編んでください。はい、私は色を変えるので鎖2でまたね終わっちゃいます。はい、色をね変えない方はどんどんね進んでいただければと思います。そして、次は何色にしようかなって、はい、はい、ではね始めます。で、続きの方も同じなんですけれども、まずねここに未完成の角を作っていくことから始めます。はい、でまずはね長編みを作ります。かけて2本、かけて2本、もう1回、長編み、長編みを2本編みました。1目めの長編みの頭にマーカーをきちんとつけておきますね。長編みが2つです。そしてこれが角の未完成の左側です。はい、ではね進みます。まずここに鎖1をして1目スキップして、長編みにここ1目スキップしてね、はい、長編みをします。鎖1、そして長編みの上に長編みをしていきます。鎖1、長編み、鎖1、長編み、鎖1、こういう風にいろんな寄せ集めでね、ブランケットは何回も編んでるんですけど、寄せ集めでセーターっていうのはね初めてです。なのでね色味をね揃えてやってみようと思って、こんな感じにね今日はやってみています。ベージュブラウン系で、はい、はい、そしてここですね、鎖編みスキップしてここを編んで、鎖編みを1してここをスキップして、そして角に入りますね。はい、角は2、2、2、いつもねルールは毎段同じになります。はい、角を編んだら鎖1をして土台を1目スキップして、2番目から長編み、鎖、はい、長編みの上に長編み、鎖、上が鎖の時は土台も1目ねスキップしています。メーカーさんもいろいろなので太さはねちょっとずつ違いますけれども、気にせずね編んでいこうと思います。はい、もうお部屋着なのでね、はい、でまあちょっとずつこう 2,3 個ずつとかね1個だけ残った毛糸でもなんとなく太さが合えばねなんとなくいいんじゃないかなと思いますので、でね今角に来たんですけど、長編み鎖1を編んでここ鎖1分スキップだから角に入りますね。はい、こ
こをね間違えやすいので、鎖にして角のために長編みに、はい、鎖1して長編み222ですね、角は222です。鎖1をして1目スキップして入っていきますね。はい、ではこのようにねやっていきましょう。はい、長編みのね2段目の終わりです。鎖1をして1目スキップして最初のこの角ね未完成のところ、長編みを2目編んで角を完成させてあげます。他の角と同じように22になったから、ここは鎖2で終わるところなので、はい、鎖2で終わりますね。はい、一色でされる方はね鎖1と細編み1で、編んで続きをねいたします。可愛いですね。はい、しましまにね、はい、なってきましたね。はい、一色でね、もちろんやっても大丈夫です。はい、初めてです。私こんなにこうグラデーションの糸でね、やっても簡単なんだけど、このちょっとずつ残った毛糸をね、なんとか一つの作品にしたいなという気持ちなので、今回ねこんな風にやっております。ではね。何でしたっけ、アイボリーかビージュなんですけど、はい、もうちょっとしかないので一段はいけそうだと思うのでやってみます。はい、ではね角のところに長編みをね2本編んでいきます。鎖1、そして1目めには必ずね1目めに頭がございます。マーカーをつけておきます。はい、で今ね長編みにしましたから、鎖1してましたね。鎖1まで編んだので1目スキップしてこちら側に長編み、はい、とこのようにねずっと編んでいきます。そして、まずはね身ごろの幅になるまで編んでいきましょう。着用イメージはこのようになります、ね、かわいい、はい、これがねセーターの着用イメージです。はい、ここにね縁編みが後ほど回ります。そして、ここがずっとね往復すると大きくなっていきますので、はい、ここの身ごろの幅がご希望の幅になるまで編んでいきます。私今回ね方眼編みでもありますし、ゆったりしたねふんわりした着やすいねルーズなセーターにしたいと思いますので、身ごろね55センチから60センチぐらいまで編めたらいいなと思っています。でもねこの法則でずっとね身ごろを編んできます。はい、私のねセーターの身頃なんですけど、今ね長編みで10段までね編んできたところです。すっごいね可愛くなりましたね。1段ずつにね色を変えて、で糸端をね全部編みくるんだのでね、とじ針は使わずに済んでおります。はい、毎段残してねとじ針でやるとちょっと気が遠くなるんですけど、全部ね10センチぐらいずつ残して全てね編みくるんで行きました。はい、こんな感じで綺麗にね、はい、できてますね。はい、編みくるんでいます。はい、ここがねちょうど帰るとところなんですけど、全部ね編みくるみました。そして、10段編んだところで採寸をしていこうと思うんですけれども、まずね袖のあたりなんですけど、だいたい24センチか25センチほどになっていますね。はい、ここもね
ここはね、およそ20センチか21センチぐらいです。はい。そして、身頃の幅ですね。ちょっと画面からね、はみ出ていますけど、軽くね、伸ばして測りますね。はい。軽く伸ばして測っています。でね、私今回は、大きくしたいから、重さが出ないように方眼編みにして、見たっていう理由も一つあるんですけど、ちょうどね、私の希望のね、およそなんですけど、だいたいもうね、59から60センチになっています。はい、ビッグシルエットでね、ふわっと着たいなと思うのでね、こういう風に軽くしています。で、ここでね、私は身頃と袖をね、分割していこうと思います。はい、ここでね、身頃だけをもうね、編んで袖を残すということになります。はい、で皆さんもね、このように、身ごろの幅がご自分の希望の横幅になったらそこで一旦止めて先ほどのようにね採寸してこの袖がね小さくないか確認します。大きい分には引き抜きはぎをして、袖の幅を小さくできますがここがね足りないと大きくすることができなくてね袖の脇がきついということになりますので、はい、十分ね空いているかを確認なさってください。そして私は今ね袖も、身頃の幅も OK、 特にね身頃の幅が十分、はい、59から60ということで一旦ね、はい、角と角、はい、角と角一旦ね目印にマーカーをつけます。隙間のところですね、角の隙間、はい、マーカーをつけて角の隙間に目印にマーカーをつけておきます。はい、そしてまたね同じ場所から、はい、編み始めをするんですけれども、はい、ここのところでねもう脇と袖をね分割しようと思います。まずこの角に長編みを2つ編みますね。はい、2つこのようにします。糸を垂らして2回巻いてこの角に針を入れて3本にしてかけて2本かけて2本、はい、続けて長編みを同じところに、今ねこの今まで角を作ってきたところに、はい、同じように長編みをまず2本編みました。はい、そして、このままね、左側に行きます。で、ここ、鎖1ですね。はい、今までと同じルールなので、鎖1です。そして、ここでね、尻尾さん閉じています。今までと同じルールで編んでいきますね。はい、1目置き長編みです。はい、左の方までね編んでいきます。はい、分割をするところの角にねもうすぐやっていきます。はい、1目スキップして長編み鎖、はい、1目スキップして長編み、はい、この角にはまずねここまでは長編みを2つ編んでおきます。そしてここなんですけれどもね今日はねこんな風にねしようと思います。はい、こことここをねここで一緒にするために新しくね長編みを編みます。この角からこの角へこんな風にねざっくり針を入れてここで1目長編みを増やします。そして角にもうあと2つ長編みを編みます。はい、ここだけね長編みを5本にしました。はい、そして鎖1長編み1とこれまで通り編んでいきます。
始めのところにね帰ってきました。はい、長編み鎖1をして角に長編みを2つでしたね。はい、そしてここでこことここを合体するためにこの角と向こう角をこのように全部まとめてここに新たな長編みを1つ、はい、そしてここでね長編みが5本になりました。はい、色を変えるのでね一旦終わります。そしてこのねマーカーも終わったので一旦外します。ここでね、この脇のところや肩のところが苦しくないかっていうのをね必ず、はい、試着した方がいいかなと思いますので、今ね着れるものの状態になりましてこのようにね脇がくっつきましたので、ぜひね、糸を切る前でもいいですね。はい、心配な場合はね、はい、そしてこれでね脇のところがきつくないか試着をねしてみてください。試着してみます。あ、やっぱりね方眼編みだからとっても軽くていいですね。はい、軽いすごい。はい、で脇もね私十分空いているので、はい、これでね OK です。まあね、ずっとここからここまでが一巡で、1、2、3、4、5、6色という感じでね、使っている6色を今のところ順番ですが、在庫の量は違うのでね、だんだんね、その順番はね、変わってくるのかなとね、思っています。はい。ではね、ここのところ、はい、スタートしていきます。このね、先ほど1つ増えた1、2、3、4、5、はい、この真ん中の目からスタートしますね。5本の長編みの真ん中からねスタートしようと思います。はい、でまずね2回巻いて長編みをします。そして鎖1を編んで、ここからはずっともう方眼編みなので隣の長編みをスキップして、ちょっと待ってくださいね。はい、鎖編み1をしたら方眼編みだから1目スキップして、ここ、はい、この段からはもう全ての場所が方眼編みになりますね。はい、このようにね編んでいきます。はい、反対側のね脇のところで先ほどと同じようにね編んでいきます。長編み、まあ、鎖1をしたのでここをスキップして、まずここに長編み、そして鎖1をして1目スキップ、5目あるうちの真ん中のところに長編み鎖1、はい、そしてここをスキップしてという風にね、この5目の場所にちゃんと方眼編みに、ね、なりましたね。はい、でこのようにね編んでいきます。でここからはねお好みの段になるまで裾をね編んでいくということになります。